この話はですね、えー、私はちょうど、えー、大学を卒業してその年には行けなかった卒業旅行を翌年に行こうっていう話で、うん、え友人の K 君と二人で卒業旅行に行った時のお話になります男性二人で行ったんですね男二人で来ましてですね、はい、えその彼っていうのが、なんていうんですかね、えー、コンクリート像、うん、コンクリートで作られた像とか そういった、まあ、ちょっと緩い銅像みたいなのを写真で撮るのが趣味の人間でして<ー>まあいろんな場所があるんですよねあの例えば関ヶ原の方にある関ヶ原ウォーランドみたいなーまあテーマパークみたいなのがあるんですよ。はい、まあ武田信玄のコンクリート像みたいなのがあって<ー>まあそれがそのお世辞にも上手にできてないんですね。そ<ー>、はい、それをなんかその 面白半分で写真を撮るという、えーまあ、全国にはそういったユニークな石像があって、はい、そういったのが好きな方だったわけですね。はい、そういうのをいろいろ回るのが趣味でして、えー、で今回の,その、えー、卒業旅行もそういうとこを行ってみないかということで、えー、彼の案内でですね、えー、東海地方にある、えーえー、とある宗教テーマパークと、えーまあ、呼ばれている施設に行ってまいりまして。宗教テーーマパークはい、はい まあこれはちょっとあ名前は伏せさせていただくんですけれども、うん、ええー、その宗教テーマパークのええー、まあ何ですか海孫になるのかな、その方が生まれてから亡くなるまでの、えー、この一生ですねコンクリート像でその園内でポツ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 とこう四十箇所ぐらいあるんです。一<ー>から四十までみたいな感じで。まあその宗教を生み出した方が生まれてから成長してなんていう、はいはい、そのまあ。 主だったシーンの石像が40個もどん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 こう並んでくっていうそうですね、はい、それを順番番号通りに回っていくっていう、まあ、それもまたそのまあお世辞でもうまいとは言えないような、まあ、下手馬的な感じのコンクリート像でして、ええ、でその写真を撮りに行こうということでそこに行きましてですねでまずそれ着いた時にびっくりしたのが、うん、そこの宗教テーマパーク入り口はまあこういう。 高速道路の料金所みたいな感じのゲートがこうやってあるんですけど <laughs> それ無知でやるんですねあ無知です,すいませんちょ,っとちょうど良かったんでねごめんなさい。いいははこのゲートがあるんですけどもこのゲートがもうボロボロに崩れちゃってまして、えー、でその本来だったら多分料金とかいただくそういうなんか箱みたいな公衆電話みたいなところあるじゃないですかはい、はい、そういうところもボロボロでもう窓とかも割れてるんですよ、えー、でここ入っていいのかなと もうちょっっと廃墟にななてるような感じほぼ半分廃墟みたいな感じだったもう人もほとんどいなかった<ー>ほとんど自分と警古以外いなかったんで、はい、でもいいのかなと思って立ち入り禁止はあってないんでまあいいんだろうということで中に入りましてで早速そのとあるその歴史上のその人物の甲斐の方の、えー、生まれた瞬間のコンクリート像がもういきなりあったんですね。ああ<ー>あっっっったあったたってことで でお互いでこう写真なんか撮ったりとかしてわ顔がやっぱ下手馬だな、まあ、いい味出してんなみたいな感じで、うん、もうちょけてましてでマップを見たらあここの道まっすぐ行くと、えー、あ,じゃあ,あそこの奥の方までが10番かでここを回っていくと20番まであって最後あこの山の方のてっぺんまで行くとあ40番でゴールになるんだあなるほどなるほどあこうやったらまあすぐに回れそうだなということで。うん 順番に回っていこうってことで、えー、番番番ってここうとで番番番順々に回ってってたんですねで途中でおそらくその全盛期だった頃にあったと思われる売店があったんですね、はい、でそこがもう本当あのー、昭和の売店みたいな感じでレトロな感じのあれだったんで、うん、で扉も開いてたんでちょっと中を覗いたりとかしてそこも僕写真撮ってたんです、はい、でそしたら戻ってった時に連れの K 君が。 お,いそのお前変な声出すなよっつってビビらそうとしてってなり言われたんですよえっっつって「いや出してないよ」嘘つつけたんお前今そのバイデンのところがなんか変なうめき声みたいに出しただろう」って言われて「いや出してない」ってそんなのして「えっ?」っつって「マジで?」っつって「いや出してない本当に自分出してなかったんですよ、はい、黙って写真だけ撮ってたんでなんか空耳じゃないの?」っつって「バカなこと言って,って」って言いながら今度はその番号また元通りまた、あ。 ルートに戻って番号通りこう回ってきましてですね結構2時間ぐらいかかったのかな最後の40番がある山登ろうっていうところになって、うん、で結構なその獣道な感じなんですよねもうちょっともう手入れもされてなかったんですねちょっともう荒れてきちゃってたっていう,もう草ぼうぼうです、はい、もう道もほとんどないんですよね、うん、まあでも一応道っぽいのはあるんでじゃあここの方の上 上がればこれゴールだなってでも時間も結構もう遅かったんですよね六時はもう過ぎてたかなと夕方夕方結構暗くなってきてる時間帯ででこう山を登ってったらなんか人の話し声がしたんですねゴニョ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 この山を登ってるとそのゴニョ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 って声がどんどん大きくなってくるんですよでも一つ言ってくるのがその山って何もないんですよ 別に民家もなないですしんか変な声聞こえてくんなゴニョ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 って山の上の方行けばいいけどどん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 その声がゴニョ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 っつってほんとこっちも茂みとかなんですけどもこの辺で喋られてるかなぐらいの「えおめっちゃ声聞こえてくんじゃん」つって「だこれ?」と思ってでもまあこれなんかその下の売店でもなんか変なうめき声聞こえたっだたけどんかそのどっかから。 ののそのなんかその繁華街とかもね何かの音が流れてきてるんじゃないかと風に乗ってよくあるじゃないですか、うん、そのあんなもんなんだろうななんて思ってて気にしてなかったんですよそしたら一瞬登ってた圭君も「おゆユきキささっきからさすげえ男の人たちのしゃべり声聞こえてこねえか」つって「あお前も聞こえてた」なつって「なんか気持ち悪いな」つって言って。 でもこれ多分風に乗って街のなんかの音が来てるだけだからそこ茂みバッて見てみりゃ早い話だよなっつって「そうだな」っつって茂みバッて見たらそっちの方繁華街なんか何もないんですよもう山しかなくて「えっ?」つって言ってでまだゴニョ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 ってまだ聞こえてくるんですよ「へ<え>あこれちょっとやめない?」っつって言ってもうなんかもうほとんどその頂上行ったらもうこれほぼコンプリートなんですけども「コンプリートいいや」っつって。 帰ろうっつってちょっと不気味だよなっつって変なうめき声聞こえたって思言ってたしもうやめた方がいいなっつって降りよう降りようっつってでその山を降りてったんですよ、はい、さっきは登っていけば登っていくほどその声が大きくなったって話だったじゃないですか、えー、で下がれば声小さくなると思ってたんですけど、はい、下がれば下がったのに声がどんどん大きくなってくるんですよえっ、ー、ごにょごにょなんかもうほんとおお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 おたおお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 ぐおおお ただでも周り茂みしかないからわかんないし「えー、やばいよこれマジやべえだろ」っつって言ってもうダッシュで駆け降りてそのテーマパークバーンっていってでバス来てたんでもうそのバスすぐ乗ってもう宿にすぐ帰ったんですよいやもう最後のあれ気持ち悪いなっつって「んだここは」宗教テーマパークとか行ってくけどもうとんでもねえとこじゃねえかよこれ」っつって「何も起きなきゃいいけどこの後と」思って宿に戻ったんですね、はい、で戻ったら夜自分金縛りに遭いましてえ 体動かなくて、で、その相部屋だったんですけど、その、けいくんがなんともなかった。うん、夜中に、お前なんか、だ大丈夫か、ゆうき、なんか、うう,う、いってっけどっつって。でも、もう、揺すられてるんだけど、全然、揺すられてるの、わかんないけど、体動かないから。何にも反応できなくて、朝起きて、いや、お前、昨日夜さ、俺。金縛り合っちゃってさ、あっっあ、らそうだ、お前だって、うう、変な声出したもんっつって。いやー、も、ま、う、ま、なんか、昨日のあれだよ、ぜって、なんか。のぼれた,た、祟りか、これ、っつって言って。で。 そのまま、えー、旅行が終わって、はい、僕当時実家にまだ住んでたんですけど実家戻ったら母親が「ああちょっと家入んな」家入るな今家入るな」んなっ,つって言われて「お前昨日どこ行ってきた?」って言われて「いや実はこうこうこういうところに行ってきて昨日夜さ金縛り合っちゃってさ」っつったら「あ,あやっぱ変だと思ったんだお母さん昨日変な夢見たんだよ」っつって言って「はい、私も昨日夜金縛り合ってさ」っつって。 変なとこ行ってんじゃないよっ,つって言ってその仏壇にある詩を持ってきてそれ背中に背中肩つうんですかねをファッファッてやられて「二度とそういうとこ行くんじゃない」っつってやたらこっぴどく怒られて、はい、でそこから自分1週間ぐらい謎の高熱が出まして<ー>別にそのインフルエンザとかでもなくもうなんか変なもの食べたわけでもなく。 全然熱がねもう本当40度ぐらいからずっと下がんなくって病院に行ったけど原因不明って言われましてでその時イ君にも連絡取ったんですよ俺さなんかもう熱全然下がんねえんだけどそっちどうぞいや俺何ともないよっつ、えー、か変なの食ったんじゃないの帰りの新幹線の中でなんか弁当食ったけどあれに当たったんじゃねえか」って「いやでも食中毒じゃないっぽいんだよね」しお前なんか変なの食ったんじゃの帰りの新幹線の中でか弁当食ったけどあれに当たったんじゃか」いやでも食中毒じゃないっぽいんだよね」1週間ぐらい続いてるしこれやばいよね」って言ってたら あるタイミングで1週間ぐらいちょっと経ったら急に熱がスッと引いたんですよ僕はい、で病院行ってもああもうもう平熱なんで普通にあの動いてもらって大丈夫ですよって言ってくれて何だったんだろうなこの熱気持ち悪いわーと思ってあでも一応熱下がったし元気になったからだとそうだあの時行った写真撮り終わって現像終わったんで そうだなそのイ君に渡す日程決めようかなと思ってイ君に電話しようと思ったんですそ、はい、したらそのタイミングでイ君から電話かかってきたんですよ「うん、どう?」っつって「あもしもし?」っつって言ったらイ君じゃないんですよ女の人の声で「あもしもし?」っつって「あの勇気君ですか?」って声かあはいそうですけど」つって「すみませんこれイ君の携帯ですよね」どちら様ですか?」って聞いたら K の母親ですっていう。あ、お母さんだ。あ、お母さんですか。ユウキくんというのはあのご本名ですね。あ、私の本名です。はい。はい、で、あ、えなどうしたんですか急にいや、あのうちの子とこの前まで一緒に旅行かなんか行ってません行ってましたよねって言われて。あ,あ、はい行っててで,、ね、でちょうどあの写真とかもできたんでいつ渡そうかって話をちょうど今電話しようと思ったらかかってきたんでびっくりしましたっつってでえっ、ー、と K くん。 に変わってもらえませんつっ,ったらちょっと実はその旅行から帰ってきてしばらくしてからその圭君の様子がおかしかったといえ、うん、家でその「帰省あげたい」とか「の精神桜」みたいなのを起こしてたらしくて、ええ、でやっと落ち着いたと思って「会社に朝行ってきます」って行くタイミングでその日の,その電話をもらった前の日かなんかに。 線路に飛び込んじゃったらしくてえっえっ自分ではいでそのお母さんから「ゆうきくんか知りませんうちの息子なんか悩み事とかそんなのあったのかしら?」なんか聞いてませんか?」って,っていや何も聞いてないっすけど」うどうしたのなんか あんな変なな子、あんな急に精神さくらん起こすような子じゃなかったんだけど「かゆきくんも知らないか分かりました」えー、ちなみにすいませんく君今大丈夫なんですか?」っつったら一応その時そのまま一命は取り留めたと。ということで一応その大き病院に運ばれたんですけどえー、この今日のおそらくですけどこの現在までちょっとまだ入院をされてると。 おそらくちょっともう復帰は厳しいんじゃないかと社会復帰できないんじゃないかということで寝たきりになっちゃってるってだってもう20年近く前の話です、ね、そうですね。じゃあずっと入院されててま療療養中とか療養中中とっていうかまあちょっとおそらく今の医学だと完全な復帰は難しいとリハビリ動向とかじゃないっていうことでしてこういったあの軽はずみな気持ちで。 宗教テーマパークに行ってしまった末路のお話でございましたその場所というのは、はい、なんか心霊スポットみたいな風に言われてたりはする場所なんですか全くないですね今もあるんですかねありますおそらくその当時で結構もうこう荒れてたということはもうさらに今ちょっと本当にもう廃墟みたいな感じになってる可能性あります手入れされてなければおそらく めちゃめちゃもう後輩しちゃってるのかなっていうで隣かなんかにそこの宗教の施設かなんかがある確かあったんですけどでもそのテーマパーク自体がそんな後輩してるってことはもうその宗教自体も今はないですかね隣の宗教施設も人気はなかったんですよね<ー>まあその時たまたまだったのかもしれないんですけどただその場所に行って謎の声をしかもたくさんの人たちの話し声を聞いてたわけですよねめちゃくちゃ 男の人たちのなんかすごい喋ってる声がどん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 近づいてきてるのは感じたんででその時に、まあ、里山さんは、まあ、お母さんがそういうものが見えるとか力があったので、はい、まあお祓いはしてもらえて、はい、だらその後ちょっと体調は崩しましたけどなんとかそれで済んだ持ち直したっていうところででもやっぱ圭君はお祓いもしてもらえなかったからどん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 ちょっとこうまあ精神的な部分でちょっと。 たたりなのかわからないですけどまあわかんないですもしかしたら本人僕に言えてないだけですごい悩みがあったのかもしれないんですけどもで,す、ね、でもまあそのテーマパークに行った日を境におかしくなっちゃってるんってことはちょっともしかすると原因があるのかもしれないですもんねタイミング的にちょっと良すぎるんで錯乱状態になったタイミングと旅行終わって帰ってきたタイミングがずれがそんなにないんで。 いやただ本当に防ぎようがないっていうかね心霊スポットって言われてればね、まあ、そんなところ行かなければいいんだって話なんですけど、はい、そうじゃなくってテーーマパークになってるんだとするとすしかもチンスポットみたいな、うん、一応名称で扱われてる場所なんですよそこが。って言ってそこにね写真撮りに行っておかしなことが起こってでも引き返してきたのに、はい、そんな大変なことになってしまうんだとするとあれもし上まで行ったらたえー、らいことなさったんじゃないかなっていう自分も,もしかしたら。 同じようなことになってたのかなって思いますねなのであのあまりそのまあ冷やかしみたいな感じで行くのをやめたほうがいいかなってはい思います、はい、いやいやでも圭君大変でしたねそうですねまだその病院ではい療養中っていうことですので。分かりました本当にありがとうございましたはいどうもありがとうございました